指揮官の疲れを少しでも癒せるように昔話の読み聞かせをしようと思って、そしたら明石にこの服を勧められて、どうですか？他のお話も聞きたいですか？はい、喜んで。新しいメールが届きました。取り寄せた民話集のものかな。ムツキ型のみんな、ふわふわしててかわいいです。この母校にいると幸せな気分になりますね。長波の声が心地よいですか？頑張って練習した甲斐がありました。長波の声が心地よいですか？よかった。頑張って練習した甲斐がありました。長波の声が心地よいですか？よかった。頑張って練習した甲斐がありました。